みゆきのながらビューティーエクササイズ、イエーイ。さあ今日も月末ですので、うん、カリスマ美容師赤山先生にご登場いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。慣れたでしょう。もう、うん、だいぶ慣れてきました。だよね、うん、だいぶ慣れてきました。そうですよね。じゃあもう一回ここで質問です、うん、はい。生徒さんたちに宣伝してくれましたか。え？あれ？いや、もう大丈夫。あのね、いい加減やって通じやってくれないと私、うん、あのカンペさんみたいに持っていくよ。わかりました。お母さんに、うん、はい、今日講習やってる場所を聞き出して来るの、うん、カンペぼっちに行くよ。みんなびっくりするからね。ね、お母さん今度、うん、もう、はい、次ちゃんと言います。ダメダメ、次本当にやってくれなかったら本当カンペ出しに行くからね。わかりました。それはそれで隠し撮りしたら、うん、ある意味面白い映像は撮れるけどね、うんうん、俺がドキドキするからねさあ置いといて、はい、さあ無駄話してないで、はい、髪の毛についてちょっといろいろ聞いていきたいと思います。はい、はい。あの、うん、毎年こう流行りの髪型、うん、特に女子はね、うん、今年はこんな髪型が流行りますって出るじゃないですか、ね、うん、ちなみに2018年は流行りの髪型何だったの、うん、2018年はね、やっぱりね、ボブが流行ってましたね。このぐらい、もうちょい、そうだね、こう首筋ぐらいのちょっと固めのボブが流行ってるとかしました。流行ってたんだ。いや、まあいいや、うん、あのちなみに、うん、みんなその髪型してたっけ。そう、若い子ね、いつもほらね、こう時代の流行りってこう20代、10代、20代が中心なので。なるほど、はい、すいません、ほど遠い年齢でした忘れてました、自分の年ちょっと短くなったけど、ね、ちょっと短くなったけど、うん、でもボブじゃないしね。そうだね。流行ってたんだ。そう、流行りなんだけども、うん、そう、あのほらね、僕らもう50代近いとね。そうだね、こう若い子と同じ髪型で真っ向勝負ってね、もう今までほらね、散々グリーンとかなんかいろいろ長さが言ってきましたけど、真っ向勝負できないので、はい、うん、あの僕らね、美容師は、まあ、もちろん年代に合わせて、うん、そのまんま流行やったりもあるし、ちょっとだけ取り入れたりとか、そう、必ず僕はね、あのお客さん全てに、まあ、その髪型であったりカラーであったりとかも流行は少しずつ取り入れてます。なるほど。例えば、だからいつもと同じ髪型、ね、だんだん慣れてくるといつもと同じようにしてって言われるんだけども、うん、毛先の切り方少し変えたりとか。それ気づいてもらえる？ちょっとだけ言います。あ、そうかそう、ちょっとだけね、お客様にいつも言ってるんです。前髪が今年は軽めなんで軽い前髪にしますねとか、あ、今年はちょっと重ためなんで、うん、重ための前髪にしますねとかね。そう、そんな風にして少しずつ取り入れると、まあ流行にまるっきり乗らないわけじゃなく、少し乗りながらちょっと新鮮な気持ちになれるという。そっか、はい、でも言わないと分かんない程度の差だったりする場合もあるよね。あるね、もちろん ね、だから赤岩先生みたいにね、うん、ちょっと言ってからやってもらわないとね。そうだなと分かんないね。ご年配の皆さん分かんないかもね分かんないかもしれないね。ちなみに私は、うん、ね、うん、やってないんだよ。ちょっと待ってちょっと待って、ね、やってない やってもらえてない。そう、そうだね、あんまやってないね。あんまなんだ。うん、あ、でも少しやってますよ、少し。どこですか？だ、その前髪の本当のちょっとしたニュアンスぐらい。へー、なかなかね、流行を追えないんだよね、私の髪の毛が。そう、そうなの、そうなのよ、うん、あー、なるほど。なのでちょっとだけでもね、あの流行に乗っかれるように、うん、少しニュアンスだけいつも変えて。なるほどね、うん、なんかあの、うん、ひたすらこう私髪の毛を伸ばして、うん、ちょっと伸びてくるとこのぐらいまで切っての、うん、ここの繰り返しなんだよね。そうそう、今ずっとね、全然こう、うん、見た目変わんないんだけど、ここはしょうがない、うん、私は。で、実はでも前髪ちょっと変わってたりとかね。前髪だけなんで。実はフリンジが長くなったり短くなったり、ね、してたかな、うん、そう、すんごい細かいとこ、そう、ついつい言うの忘れてた。そう、私言われてない気がするそうだね、うん、俺いつもちゃんとお客さん言ってんだけどな。おげ、うん、ちゃんとお客さんなんだけど、ね、ね、はい、忘れてました。やっぱりあのもうカンペもう決定ねカンペ決定そうしよう。ちょっと本当にサプライズでなんとか考えよう、うん、ちゃんと言うようにします、はい。だからね、これを見てる皆さんもね、うん、その流行、ほらこう流行の髪型にしたいけども言いづらいじゃない、美容師に。言いづらいね、今流行ってる髪型にしてくださいとか言いづらいんだけども。確かに確かに。そう、美容師さんに流行をね、ちょっとだけそれっぽくしてもらえますかとか言うとね、やってくれるのでね。うん、そんなやつやってもらえれば、僕ら美容師は一生懸命やります。
なんかその時の流行も知っとかないと取り入れようもないから、うんうん、まあ聞いちゃってもいいよね、今何があどんなの方髪型が流行ってるんですか、うん、って言って、そうしたら僕らの方で今ボブが流行ってますよとか、うん、ミディアムが流行ってますよとか答えるので、うん、で私みたいな髪質の人が、うん、じゃあボブにしてくださいって言ったら断るでしょう、会話そうだね、断る断っちゃうそう、できないものはできない、うんうん、それにしちゃうと、うん、あの本当に収まりつかなくなっちゃうよみたいな、そうそうそう、うんうん、やっぱりその人に似合ってないといけないし、うん、そう家帰ってから再現してもらわないといけないからね、確かに確かに、そういくらね、僕が一生懸命ブローして綺麗になって家帰ってあなたはボワッてなったらね、そうね、そう、なんだあそこの美容師はってなっちゃうので、確かに、そう、その辺は気をつけて、うん、まあ今日はあの流行りの髪型についてちょっとお聞きしましたけど、うん、この先何ヶ月間は男性も含めた、うん、その髪型を少し、そうだね、うん、いろんな角度からお話聞けたらいいなと思うんですが、いかがでしょう、うん、そうだね、今まで細かいとこばっかだったもんね、そう、あのトリートメントとか、ね、マニアすぎたね、そうだったので、うん、ちょっと全体的に髪型という捉え方で少し続けられたらなと思っております。メンズもね、レディースも、はいはい、そんな話をしていきたいかなと思います、はい、ぜひ今後ともご期待ください、はい、今日はここまで、どうもありがとうございました、はい、またね。